ニコラス・コールはアメリカ合衆国コロラド州出身の男性フィギュアスケート選手。2004年 JGP ファイナル2位。パートナーはブリタニー・バイスなど。コロラド州のリトルトンに生まれ11歳の頃にスケートを始めた。マロック・ファッセルとのペアを経てブリタニー・バイスとペアを結成した。2002から2003年シーズンより ISU ジュニアグランプリに参戦を果たし、 2003年、全米選手権では、ジュニアクラスで2位となり、当格を表した。2003から2004年シーズンには、JGP ソフィア杯3位、JGP メキシコ杯で2位となり、JGP ファイナル進出を果たした。2004年全米選手権には、シニアクラスで出場し8位。翌2004から2005年シーズン、シニアクラスの ISU グランプリシリーズスケートカナダに、 出場し、4位入賞を果たす。同時に、ISU ジュニアグランプリにも出場を続け、2度目の進出となった JGP ファイナルでは初表彰台の2位となった。2005から2006年シーズンから本格的にシニーラクラスに転校したが、同シーズン終了後にブリタニー・バイスとのペアを解消した。2006から2007年シーズンからアンバー・アウェラと 新たにペアを結成し、活動を始めたが、2007年全米選手権では16位、2008年全米選手権は13位に終わるなど成績は振るわないため、国際大会への出場は未だにない。ありがとうございます。